どうも、エルザです。それでは、2O2 やっていきたいと思います。今回は、第5の花見ですね。こちらやっていきたいと思います。天下人に登った藤吉郎は、今日の大王寺の庭に、女官たちを集め、盛大な花見の宴を催すとか。おー、ということで、それを邪魔しに行こうっていう感じかな。のお出ましだよ。とんだ三文芝居だな。先に行って。さあ、まさかの侵入の仕方だったね。なんか味方だったよねーとか思いながら見てたけど、そういうことだったんだね。さあ、花見でも楽しみながらやっていきますか。ただ、濡れ女めっちゃ出そうだよな。140。あー、落ちるね。うわーってね。さあさあ。なんか今、あ、草か。ここはショートカット。105。あ、いたー。さて。いない？いないね。基本壁裏いるよね。ここも問題なし。アイテムなし。あら、意外と。ほう。今のところはだいぶ静かな感じで、あ、寝てるね。あー、139。ちょっと期待したいね。防具だけでも。さあだって意外とガードしないね。ほう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 。ほいほい。まあ近づけなければっていう感じだね。ああ結構軽装だったもんね。猫と一緒に寝てたね。よし。おはよう。かわいいね、君はいつも。ゲットして。でやたらここでやられてるね。あ犯人をこいつやね。死ぬ気でね。さあ今回本望か。あでも結構140がいかねえ。139、108、137、単純に140が欲しいね。じゃあちょっと集めていきますか。さあソファ屋だね。ああソファ屋の人多いよね。出てこない。100108って感じか。特になし。一旦ちょっと装備見てみましょう。そうなんだよね、性能は上がるんだけどっていうとこなんだよね。ソファややっぱ軽いな。あ、こっちかな。スキル的にお面。ああ。お、いけたね。軽くなった分っていう感じか。天竜で、ああ、まあいっかな。レア度は低いからね。なんかめちゃくちゃこっちやられてるじゃん。何かいたの？あ、いるね。てかいたね。こっち進む。絶対吹っ飛ぶよね。さて、いやー、ガードしてくれると助かる。で、他には？いたね。燃やして電気で。いや、妖怪だらけだな。意外と兵士も多いからね。何が反応した今。あ、君か。あー、鍵がかかってる。その隙間でもやっぱダメだよね。あそこは後で行きたいね。114。まあ僕より高いからちょっと。お、まさか忍者一式だったとは。ガードしないね。終わったね。さあ、忍び装束。曲がっつか。強いな。いや、滑車強い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 。やっぱ強いわ。そしてお前ゲッチュ。さらに強力なのが手に入ったって感じかな。あー、こっち正解だったみたいだね。鍵ゲット。逆にしときたいな、ボタン配置的に。何もなし。じゃあ、戻りますかね。あ、いったー。130。レベル高いんだけどな。おー。これかっこいいねーってことで落とす。今のはかっこよかったねー。牽制風魔。あー、こっちにしとくか。ほい。さあ、兜が出てきた。漆黒。まあ、レベルは高い回取っておいてって感じでいいかな。1万降りてきたー危ない危ない。あれはちゃんと攻撃して正解だったね。110。102。下から行くと確かスライムが131。ああ、この131あんまり嫌だな。双剣でしょだって。双剣はね攻撃させるとほんと止まらんからね。上がるが重い。これも。これも。ああ、軽さでやっぱカバーしてたんだね。まあ、この辺り持っとくか。130超えはね。んで、出てて。意外とね、近距離攻撃してくれないと地味に痛いな、さっきから。それそれそれ。よし。で、一発無駄にしたな。やばいやばいやばい。1000か。ほい、燃えてろー。あぶね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 。70万をここで捨てるわけにはいかんからね。で104。そっから上がれるぐらいか。そうだね。ちょっと軽めにしといて。で、ショートカットも作成。あ、だよね。だよね。来て、右だもんね。一瞬、どこか分かんなくなったもん。で、中に一人、ちょっと頭貫通させてもらって、やっぱいるもんね、もう一人ね。いいよけっぷり。あら、意外とこだまちゃんいなかったね。いそうでいないね。あ、いたいたわ、普通にいたわ。クイーンラクビーン、あ、俺のだね。え、しかもあれ、どこから来た？さっきのやつは。てか、マジで種と服が変わりすぎ。で、あとはすげえいいの見つけたね。140にいい体たち持ってるでしょうね。老人がやばい。危ねえ。お、ホタル丸。ちょっとやられて残念だったけど、来たね、1000来たね。103、136。ああ、いいの引いた。あ、ジローたちもお世話になりました。で、あ、弓もやっといいの来たね。ああ、これやっぱ多いね。重いんだよね。つけたいけど。お、隠し扉。特にこれだけだね。さて、あとは鍵を手に入れたから、それでどっか開けるとは思うんだけど。集める、どっか鍵をね、見つけたんで刺すと思うんだけど、それがどこにあるかっていう感じなんだよね。西国か、西国系か。あ、ちゃ。こうだね、今は。はあ、どっちがいいですかみたいな感じだね。同じレベルはありがたいね。こっちか。はいはい。ちょっと、後ろから行こうかな。あ、やっぱ威力上がってるね。強いわ。弓もバカにならんからな。さあ、これで開いた。おお、ムミオちゃんがいるね。へえ、うまく切り抜けたよね。あの醍醐山、急いで向かいましょう。そうだね、向かおうか。そして気づいておらぬと。やべえな、83万か。たまりにたまったって感じやな。で、これ落ちたら終わりと。さあ、ムミオちゃんいるならちょっと手伝ってもらいたいよね。特に何もなし。やばいのいたね。あれ、なんか一瞬、岩か。すっげえ頭してんな。外したし。すっごい頭してるね。てててて。惚れた男にはね。まあ確かにジーンは次は通さないとっていうところはあるけどね。特にはなさそうだね。まだ足りぬか。あー、綺麗だね。あ、こういう風に見ると、あ、びっくりした。え、山が動いてる。マジか。おお。桜は綺麗。大光様を早く止めないと。そうだ、これあんたにお裾分け。恩は返す方なの。サブミッションでね、お世話したからね。さあ、これで終わり。特にここにはないと。いけないからこっちにいないね。こういう道は通りたくないね。見えぬ見えぬ見えぬよ。ああ、あー、外す。何気にめちゃくちゃ嬉しそうなんだよね。危ない危ない。マジ落ちたら終わりっていう。下手に回避できないのが辛いよね。何が辛いって。見せかけだけ。登ってきただけだったね。じゃあレベル上げましょう。というか多分奉納したら2レベルぐらいいくんじゃないかな。さあ80いったね。136とかが普通にいるもんね。これは壊れない。なんか見えたね。あー、やっぱ66か。さあ一旦様子見て。66が空いている時はきついな、さすがに。やばい。毒受けちゃった。とりあえず弓を一発当てたいんだけどダメだね。ムミオちゃんが相手しない限りは無理か。動きまくるしね。痛い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 。マジ66尾勘弁。お、いた？さあこれで相手しますか。お久しぶり。手を貸して。そうだね、さっき頑張ってたからね。そうだね、今妖怪が変えてて、くわー難しい。ワンテンポちょっと早めか。もうはふう。さて突進からのいた。意外と伸びるよね。いやー結構削られたな。追尾強すぎガーブで当たるんかい。それは最後の1個だし。うん、強い。ダメだね、一瞬で消されるね、こっち側がね。多分もう出てこないと思うから、ちょっとろくろと戦う必要はあるけど、り当たるんかい。さあこれでちょっと回復して、でタイミングがシビアですな。はあ強えわやっぱ。なんかいたね。やっぱレベルもちょっと足りないか。そうだよね、130の人たちがガンガンやられてるから、そりゃそうだよねっていう。あ、いいの？バレてないね。味方さんやられてるけどよかったのかな。ほい終わり。あ、まだ終わってねー。意外と俺は死なぬ、生きて。まあ通れはし、ああ反対側から、反対側からほう隠し通路があるのかな。まあいっか、行こう行こう。あれですぐ見つかるのか次が。あ、こっち来たら終わりって感じだね。無名ちゃんなんかここまでっぽい感じもするね。さあ帰ってもらって、でも通れるわけでもないしね。なんかいたーと思ったらすねこすり、拝んで。レベルまた上げましょう。やっと110だね。なんだかんだ。よし。猫ちゃん。行きましょうかね。ちょっとだけでもね。お？どういうことだ？ああ、普通には行かせんぞっていうことね。いや、繋がってない。何か壊さないといけない感じだね。どこにある？いや、通れるようになってる。あったっけ、こんな道。ろくろ様マジでろくろ様はちょっと頼むわ。痛い痛い。やっぱそうなるよね。すまんな。あ、一人はしっかりと倒し置いたから。痛い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 。動くな。ムミオちゃん、ちょっとムミオちゃん、やっぱ2体いたか。こっちまで来れる？さすがに来ないか。さあ、アンチまで連れてきた。よし、あと6路マジで6路えぐいって。この配置はなかなかやね。待機してるしな。あ、ムミオちゃんに任せながら、ほい、ありがてえ。これいなかったら無理やったな。じっくり料理していく感じになっただろうね。ちょっとアムリタも欲しいし、経験値もねちょっと欲しいんで。で、こっちが意外とこういうレベル低い人の方がもしかしていいの持ってるのかな。あ、でも弓だしね、いいや。重いのよね。重いのよ。まあ武器はもうなかなかないだろうね、これ以上はね。どうした？何をちょっと待ってて。どうしたそういうことか。そこまでっていうことか。いやー、さすがに強えな。あー、そっか、緊急回避はできないのか。強いけどね。あなたは先へ急いで。私は下であやかしたちを抑えるわ。気をつけて。はい、これ持ってって。おう、106ってことはいるってことか。何が出るかな。消えた。そうだな。お主の狼藉もここまでよ。この平野長安の手柄となれ。じゃあこちらの刀の錆にしてやろう。いきなりその動きか。結構属性つけるの好きね。これで終わりかな。さあ上に2人いるからね、抑えつつという感じかな。通れぬ。意外と児玉ちゃんがいないのよね。いないね。声聞こえないもんな。よし、意外とねその中の人たちがね来そうで来ない。あ、来た来た来た。まずは1人。で、また1人おびき寄さないとね。1人ごついのいたからな。あれ、どこ行った？あれ、あと1人は。おお、危ねえ。必死だな。痛いんだよね。陰陽術ね、意外とバカにならないんだよな。硬い硬い。わざと後ろ向いたらお前。いやー、まさか後ろ向くと思わなかった。さあお宝も。さあ、お辞儀よろしくお願いします。できるだけね攻撃は食らいたくないんでね。さあ装備も見ちゃいますか。そんなにか。独眼竜があったね。あー、重い。独眼竜かっこいいねー。記念に記念にね。ただね、こだまちゃんの声がさっきしてね、見そうな感じはしたんだけど、またそのうち出てくるかな。扉裏とかだろうね。なんか見えた。いないね。眩しいね、このアムリターね。ん？いや、ろくろさん、ろくろさんできればこちらに。あれはきついな。さあ、打ちこゲッチュして当たるんだよね。さあ、これで一旦引いて、猫ちゃんの声がしたね。いて。いや、難しい。タイミングがむずい。よし、じゃあ行くか。回復しといて、あとは危なっ。強えよ。いきなり出てくると強えよ、さすがに。ほいほい、連動上げ。お、超な上がったね。ちょっと使っとくか。いて。しかも使うの間違えたし。どこだどこだ、どっから今追ってきた。あ、まあいいや、結果はオーライやったな。132。痛いねー。忍術か。いやー、なかなか。これがね、ちょっと気になって。飛び越えは多分できるはずなんだけど、まだつかめてないね。君かー。その頭が欲しい。よし、折れた。どうくる？どっちみちカウンターは失敗。危ない。いや、なかなかここは長いね。降りれるけどだよ。はしご。ああ、一応進めれるんだね。2発ゲットの裏に回ってきただけか。じゃあ今ので下に降りるしかないんだね。危なっ。これ勢い余ってそのまま落ちるパターンじゃん。よし。いやー、小玉反応ないとここまで見つかんないか。あ、いた。さあ、80万。溜まってるね。あ、それは、あいつだ。それはきついな。あれだけだもんな。よし。先行こう。いや、先か。あー、常闇来たね。マジか、お前いんのか。ちょっと今バレたくないね。おい、痛いまあガツムシャまたゲット。しかも君じゃないんだね、これか。ってことはにゃー、道がねー。いけー。ほい。さらに上、その前に装備整えよう。同じのはというか、レベルが低いのはいらないからね。重い。ちょい重い。そう、これはね、レベル高いんだけどっていう感じなんだよね。強靭が上がるのは結構いい感じなんだけどね。体力か。まあ、弓に対してって感じかな。中図。ああ、近接ダメージ上がるのか。さあ、さらに上へと。127。欲しいんだけど、一旦ここ整理してからだね。あれ？戻ってきたね。さあ、戻ってきた。そろそろボスかなとなると、あ、すごいね。すげえ頑張ってるね、ここまで装備。さあ、とりあえず拝んで、で使わないものは奉納して、で10万、多分レベル1だけかな、上げれてもだね。多分よ、この辺り。ああ、倒してもまだ上がらない。いやー、もうっぽい気がするんだよな。いや、まだか。意外と長いね。まあ、全然何喋ってるか聞こえてなかった槍多いなにしても。何、槍ブームだったのっていうぐらい槍兵しかいないよ。回復なんでしてんねん。さあ、一騎当選。122。で、120。まあ、倒しておくか。レベルも上げたいしね。あれ？君さっきの。さっき倒した子にそっくりだけど、多分一緒かな。うん、多分一緒だね。よし、ちょっと先確認して、いや、確認するまでもないね。すげえ、86でここまで来てる。よっぽど実力あったんだね。すげえな。いや、僕はまあレベル優先なんで、あれすごいね。それで来るっていうのは。さあ、次57万と。めちゃくちゃ使うよね、アブリタね。だった。だった。さあ、どうなることやら。10はあれだもんね。リローダー特にだもんね。さあ、行きますか。久しぶりの東吉郎戦。見覚えがあるだろう。この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。秀吉は俺だ。さあ、痛い。いきなりか。いきなり来るのね。おお、そういう感じ。3回は厳しい。怖えな。怖え。それえぐいな。おお、なんか新しいの増えてるし。痛い。なんやその攻撃は。この全く痛い。いや、どれガードしてもやられるな、マジで。カウンターしてくるからな。うわー、それも使うの。ほー、めっちゃ強えじゃん、東吉郎。ほう、それが強い。さあ、スタミナ回復して。さてほうこえ間は維持しつつそれが痛いね。さあお猿さんいや意外としかも武器がまがまがしい。いってーそっちのが助かる。雷はちょっと早すぎて読めんわ。特にガトツの方がね。あーやっとスピードが戻ってきた。いけそうでいけないあの距離感。おい、危ない危ない。画面ちょっと待ってそれはあかん。止まった。それ以上は無理。よし取った。さあ藤吉郎、これで少しはまともに。懐かしいな。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられどん底から這い上がるために俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む。闇の力だとは気づかず終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。触れるってどういうこと？しかも戻れる。なんか嫌な予感がしますな。とりあえず手に入れたもの見といて、お、日輪だね。しかも結構重いんだね。ボス戦ですか、連続で。おおではなかった。やべえ。いやー、その雷は痛い。回復できんのきついね。2回か。はいよし。行動がついに。アムリカを痛い。それ届くのね。2回はなかなかのエグさだね。りあえずゲージを貯めて、で術唱えて、食べて、おお。それがきつい攻撃が一切できなくなるもんな。とりあえず削れるところまで削って、やべえやべえやべえ。よし、長期姫あー、長期姫変えてよかった。城壁長城姫かな。いやー、何が手に入った。鎖鎌はあ132、悪くはないけどって感じだね。そうそう、苦しんどけ苦しんどけお前。いやー、こっち大変だったんだから。土佐堀土佐森ね。土佐森はこれぐらいかな、シリーズで言うとね。さあ、しまいていこうか。しき光よ、会いに来てくれます。お、どういうこと。とりあえず戻ってきてというか、会いに母上と話しますか。強くなりましたね。大竹丸を封じる。それが最後の定め。あなたの長き定め、見届けました。さあ、夢はみ。さあ、クリアだね。いやー、長かった。いや、めちゃくちゃ長かったよね、今回ね。ボスも強かったけど、やっぱメインが難しいね。途中の道中がね。はい、歴代のあやかしが封じられてきた正常と、平等院の奥に大竹丸を封印する。屈した刀塚は過去の封印者の末路と。それがソハヤ丸を持つ者に課せられる最後の定め。はい。ということで、今回はここまでとなります。まあ、ボスラッシュだったね。前回に続いてね。まあ、今回も、なんとか倒せたんでよかったのかなと思いつつ、まあ、最後だね。多分、ここら辺も最後になるんじゃないかなと思いますので、楽しみにしておいてください。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。